体育会系で歴史好きな星名による歩きまくり歴史旅。さあ今回は極帝馬琴という偉人を取り上げていきます。南宋里見八犬伝でおなじみの小説家ですね。この人は三刀教伝の紹介で晩年の蔦屋重三郎と出会っています。だから大河ドラマは後半で出てくるんでしょうね。この人は三刀教伝が幕府から処罰を受けて幕府批判をやめた頃からの人です。なので幕府批判にならないようにっていう風潮の中で育って、その結果事実からかけ離れたファンタジー作品を書いていくんですね。ということで今回はここ上野公園から滝沢馬琴旧居跡まで 1.9 キロ歩きながらその生涯をお話ししていきたいと思います。極帝馬琴は1767年に松平家に仕える武士の滝沢家に生まれます。馬琴は小さい頃からコミックを読んだり短歌で遊んだりする文学少年だったそうです。馬琴が9歳の時にお父さんが亡くなるとお兄さんが家督を継ぎますが、給料を半分にされちゃったんで一家は松平家を去って別の家に移ります。そしてなぜか馬琴だけが松平家に残って家督を継ぎます。でも馬琴も松平家の悪ガキに我慢ができなくなって14歳の時に松平家を出て家族と合流します。それでお兄さんと一緒に俳句を熱心に学ぶ一方で仕事の方はあんまり真面目にやってなくてフラフラして家族を困らせています。1790年、24歳になった馬琴は起病し作家になりたくて大人気作家の三刀教伝に弟子入りを志願します。三刀教伝は弟子は取らない主義でしたが友達にはなってくれました。当時は老中の松平定信が風紀の乱れを取り締まってて幕府の政治を上ジョーク混じりに批判する起病士は規制の対象になっていました。そんな中で三刀教伝はギリギリを攻めた起病士で人気を集めていました。そんな三刀教伝から馬琴はアドバイスを受けながら自分も起病士作品を発表するようになります。ところが翌1791年に三刀教伝がついに幕府から手鎖50日の刑を食らってしまいます。もう今までのようなギリギリな作品は出せません。さらに追い打ちをかけるように馬琴の家が洪水で流されてしまいます。それで馬琴は三刀教伝の家に居候させてもらうようになり作品作りを手伝うようになります。すると馬琴の名前がだんだん知られるようになってきます。それで有名出版社の蔦屋重三郎さんから声がかかりスタッフとして働くことになります。ただこれは武士の馬琴が商人に雇われるという形になります。これはちょっと世間体的に良くないってことで武士としての名前を捨てて改名することにします。その後は結婚して奥さんの家の商売を手伝ったりして生計を立てていきますが、1795年にお母さんが亡くなると馬琴はやっぱり作家としてやっていくぞと決心します。ここからの馬琴はどんどん作品を発表して順調に売れていきます。さらに関西の方に旅行してその珍道中を作品にしたり関西の作家と交流したり中国の文学に触れたりしていきます。これによって馬琴は読み本というジャンルの小説を書くようになります。史実をちょっと使いながらも中身はめちゃくちゃフィクションっていう手法です。これで馬琴は完全に成功します。1807年からは陳説弓張月っていう読み本を発表します。馬琴が話を作り絵は葛飾北斎が担当するというものすごいコラボです。前編と後編を12冊にわたって書き上げるともう反響がすごくて結局4年かけて29冊にもなる超大作になります。南宋里見八犬伝と並ぶ馬琴の代表作と言われています。そして1814年、48歳の馬琴は代表作になる南宋里見八犬伝を書き始めます。主人公は里見義実という室町時代に実在した武将です。この人が有機合戦で負けて房総半島の阿波の国に逃れたというのもおそらく史実です。そこからなんやかんやあって8つの玉を探しに冒険に出るという壮大なアドベンチャーになっていきます。これを馬琴は28年かけて完成させます。毎日規則正しく生活しながら時間があるだけ書き続けます。他の作品も並行して書いてるんでとても馬琴が一人でやってるとはみんな思えなくて極帝馬琴グループ説も出るくらいでした。そして南宋里見八犬伝を書き始めて20年以上経ち70歳を超えた馬琴は目が見えなくなってしまいます。それでも馬琴は息子の奥さんに口頭で伝えて代わりに書いてもらうことで執筆を続けます。馬琴の奥さんが嫉妬して嫁姑問題が起こりますが1842年に100冊を超えた超大作はついに完結します。そして1848年馬琴は82歳で亡くなります。さあ滝沢馬琴住居跡です。
本名が滝沢なんで滝沢馬琴というわけですね。ただ滝沢馬琴は本人の死後の明治時代以降に使われた名前で、本人は曲亭馬琴を名乗っていました。まあ滝沢は本名で馬琴はペンネームですから、滝沢馬琴はいびつな構造になってますよね。で、馬琴は日本初の専業の作家と言われています。それまでは作家の地位が低くて、あくまで副業で執筆するぐらいの感じだったんです。だから三島教典とかもめちゃくちゃ人気者でしたけど、専業じゃなかったってことですよね。実家の質屋があくまで本業だったってことなんですかね。さあ今回はここまでです。次回はですね、太田南穂という偉人を取り上げていきます。この人は京華っていう五七五七七で社会風刺を入れていくっていうので売れた人です。奇拍子を書いたこともあって、蔦屋重三郎の出版社から発表しています。まあ、奇拍子がメインではないんですけど、まあ、大河ドラマにも出てくるでしょうね。ということで次回太田南穂のお話をしていきますので、ぜひ次回もご覧ください。では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。